そういうことね。そういうことか。こちらどうですか。遠い。こんにちは。全然。全然。じゃあマイク、はい、マイク持ってってもらって。はい。これは聞こえるんですよ、絶対。絶対聞こえるの、これ。ね。これに合わせて設定してるのでね、ちょっと、そうね、少々お待ちください。はい。ね。うん。はい。はい。では、じゃあ一人ずつね、自己紹介しましょうか。はい。ちょっと話しめて。こんにちは。ドラムの春でございます。はい。こんにちは。元気ですか、皆さん。では、いつもの、いきますよ。春夏秋冬、みんなが一番好きなのは、春。ありがとうございます。それは聞こえます。それは聞こえます。それは聞こえます。ベースのリフトです。お願いします。ギターの翔吾です。今日はね、普段の練習風景をお送りするということで、いつもこんな感じでやっております。よろしくお願いします。はい、ボーカルのツトです。はい。いやいや、なかなかこの絵面もちょっと面白いですよね。はい、今日はスタジオから皆さんの画面の向こうにお届けしていこうと思います。最後までよろしくお願いします。でね、今日は、ね、12月13日の、ライブに向けました。はい、13になったに向けた、リハーサルということで、はい、まあ、皆さんね、会場に来る方も来ない方、残念ながらちょっとね、今回行けない方とかは、今日リクエストすれば、もしかしたら、あなたの好きな曲が聴けるかもしれないですね。はい、セットリストになかったとしても、やるかもしれません。できません。はい、ぜひね、コメントとリクエスト、どしどしお待ちしております。はい、まあ、待つのもなんなんだけど、やる。せっかく、ね、一曲やりますか、なんかちょっと軽いやつ。軽めの。俺らに軽めの曲あったっけ。ない。イントロクイズ。イントロクイズ。でって。音も似てた。今日似てるね。さあ。何が聞きたいですか。これもしかしたらね、早い方がもしかしたらラッキーかもしれないですね。もしかすると。さあ、よいしょ。いや、ね、意外とセッティングが時間かかってね。本当は、この放送に向けてリハーサルをするつもりだったのですが。その時間はなく、はい、はい、ぶっつけ本番でございます。さあさあさあ、ワンダフルワールド。はい、ワンダフルワールド。ちょっとね、リクト君結構中に、はい、ギリギリ前中じゃないと見えないんで。じゃあね、これ早いもん順でリクエストいただきたい。はい、じゃあワンダフルワールドです。The end of the Tokyo is that the souls on the ground zero Bad end of the Tokyo Do you got it? Da 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 da
来たリクエストいっぱい来ましたね。ちょっとマイク、MC をちょっと セットしつつ、はい、ちょっといいっすかね、はい、じゃあリキッドマイクが生きたら、じゃあスーパーチャットも拾っていきましょうか。はい、そうスパチャオジさん、スパチャオジさん一人目から。でもいつものやつはないんで、小桃さん、アナザーワールド、ありがとうございます。短い名前は難しいんでね、リキッドくんっぽく言えないんですけど。あ、そしてセールスさん、スーパーチャット、ありがとうございます。ナイスパー。ギフト聞きたい、ギフト、はい、そしてそして、カルダヨリ太郎さん、スマチャット、ありがとうございます。カルダヨリ太郎さん、ありがとうございます。さあ、
本家が来た。じゃあここからリキト君に任せようかな。さあ今日もスーパーチャットたくさんいただいております。では引き続きももさん、スーパーチャットありがとうございます。そして今日もいただきましたカズイさん、スーパーチャットありがとうございます。そしてジュエンさん、ありがとうございます。そしてバウンスターコロナさん、スーパーチャットありがとうございます。はい、というわけでね、こんな感じで今日もスーパーチャットどしどしお待ちしております。はい、今日はね、豪華だね、 BGM がね。はい、リクエストたくさんいただいてますけど、これどうしますか。これアナザーっていけちゃうもんなの。出ます。あ、出るんだ。じゃあちょっと2020。 こんな終わり方する。
軽くなったな急にいけたな、よかったよかったよかった久しぶりに合わせたんですけどね、いけたね、よかったよかった10ヶ月ぶりにやったわ、久しぶりにやったね、はい、コメントでパチパチいっぱいいただいてますね、ありがとうございます、そしてスーパーチャットをいただいてます、ストロベリーガムさん、スーパーチャットありがとうございます、はい、いいね、わお、うん、他にも続々とリクエスト来ておりますが、まだまだどしどしお待ちしております、どれをやるかは分かりません、はい、はい、先ほどギフトかな、ギフト来てますね、はい、来てますよ、ギフトもね、あ、なんか、言うて新曲だからね、新曲よ、まあ、はい、ほかほかまだあったかい、ああ、まあ、まだあったかいね、まだまだまだあったかいよ、なのでギフトもたくさん聴いてくれると嬉しいですね、はい、初コメいただいてます、お寿司さん初コメありがとうございま す, ます、はい、そういうのも拾っていきたいと思います、はい、すごいね、どの曲が来るかわかんない、1年ぐらいやってないんですよ、今回ただ流すだけだから、本当に演奏しなきゃいけないからね、そうね、ああ生ですね、スコーさんの大好きな生生生ヨガが続いてるこれ、生ヨガがね、そしてひろみさんスーパーチャットありがとうございます、ひろみさんありがとう、チュラチュラ、まあ、あれだよね、さっきセッティングでリハができなかったから、うん、リクエストくれれば俺らがもっと練習できるっていう、そうね、やっといよ、ギフるか、ギフ、はい、ギフト練習しよう、はい、せっかくね、ではリクエストいただきましたギフトをお届けしたいと思います、歌うんや
大切なものを過ぎて本当は何が必要か ね、ギフトマーク、ギフトのすごいね、絵文字が本当だ、ギフトマークがたくさん来てます、はい、たくさんコメントありがとうございます。はあ、はい、はい、もうあと何日、あともうすぐだ、もう3日4日ぐらいですか。で、今日ライブですよ、木曜、金土、3日後ですよ、はい、3日後。ちなみにね、こちらなんですよね、はい、お休み、はい、12月13日ですね、はい、はい、今配信チケットが買えるんですよね、はい、あの配信チケット、絶賛発売中ですので、はい、ぜひぜひぜひ、はい、あ、入っとる僕たちの声聞こえてますか。アルカナインガール23 23マイバースデー外でハッピーバースデーギフトフォーユー、今のがね、ギフトに、あとね、3回寝れば、あと3回アイスと寝ればライブです。ドイツドイツドイツと寝るの、あと3回だ。そうか、生アクメだね。そうですよ、久しぶりの、うん、こちら、はい、どうですよ、あの感覚がわからんね、あの今まで当たり前のね、ツアーでやってたけど、うん、久しぶりにアクメで皆さんの人間の前で演奏するのは、でも声出しちゃいけないって言うからね、あれどうする、なんか持ってきて鳴らしていいみたいにする、うん、打楽器ならね、打楽器、あの笛とかダメ、ノット笛ね、ノット笛、うん、はい、打楽器とか、はい、あとあのターキーの、あーってやつあれあるじゃん、見てます、あーって、あの何、黄色いターキー、ドンキー、ドンキー、あれ俺好きなんですよ、あれみんなで持ってきたの、うんうん、なんかじゃあちょっと、うん、そして新人ちゃんスーパーチャット、ありがとうございます、新人ちゃんさん、ありがとうございます、そしてひろみちゃん再びスーパーチャット、ありがとうございます、ありがとうございます、息を使わない、そしてなんだろう、持ってこ、自分で持ってこれる楽器持って、あ、そう、そうね、自分で持ってくる、カスタネットでもいいし、うん、音が出るもの持ってきて OK っていう、うん、アナウンスしますか、うん、バックチクとかダメだよ、ダメだよ楽器じゃないから、うん、火を使うのだ、火だね、火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 、うん、でかすぎて迷惑かかるのもダメ、大太鼓ダメや、うん、大太鼓ダメだな、残念、シンバル、シンバル、あのフィンガーシンバルっていうのはあるけど、そしたらあるピーンってやつ、へぇ、これだったらいいよ、ハンバリン、ハンバリン OK、ハンバリン見る
よ。やれやれスーパーチャット。やれやれ。ダイヤ。どうしますか。モンスター、ロット、パラドックス、がリクエスト来ておりますね。あと手放しライダーですね。あとクライウルフ。クライウルフ。この辺やろうか。上だと思います。まあできる限り答えていこうか。上も、ね、せっかくスーパーチャットいただきましたので。スーパーチャットありがとうございます。スーパーチャット。
そんな俺にはザバスがついてる。すっげえこぼれてる。そんな中動揺が。そんな中でちくわさん、ちくわちょっとちくわさん、
スーパーチャットをいただいてます。マックスさん、スーパーチャットありがとうございます。メックスメックスメックス、ちくわさんもいただいております。ありがとうございます。ひろみちゃん、スーパーチャットありがとうございます。そしてあかねさん、スーパーチャットありがとうございます。そしてバーネスタコロナさん、スーパーチャットありがとうございます。Yeah.
ヒロミさん、スーパーチャットありがとうございました。次来てもじゃあやようかな。これ面白くない。新しい。どっから行っていいか、その歌詞は。めっちゃ面白いやん。どこで行きます。重いやつで行こう。リハならでは。ちくわさん、スーパーチャットありがとうございました。ありがとうございました。ちくわちくわちくわあれだね、ライジングさんっていう人いないんですね、ここまで。さあ、約1時間ぐらいになりますが、何やろうか。ラストワンショー、ラストワンショー手放しは来てますね。来てますね。やっとこうか。手放すやる、手放すやる。あえて言いませんが、あの12月13日やらない曲結構今日やってます。ありましたね、絶唱。手放し絶唱かラストワンショーだったかな。ね。あ、ライジングさんも出てたんですね。出ていたんだ。ライジングさんはね。ふわり語れ風切って知らぬ香り振り合おうか Fuck you either
来ましたよ。マジで久しぶりやん。弾けたよ弾けたよ。ね、多分ね昔やりすぎて覚えとる、ね。そしてスーパーチャットをいただいております。さあ上から順番にお届けしていきたいと思います。チャイさん、ライジンさんをありがとうございます。そして亀田ゆり太郎さんありがとうございます。ありがとう。そしてメックさん手割しライダー最高ですね。そしてユーロフレムさんありがとうございます。そして悪魔猫さんまたもやありがとうございます。そしてジェシースパークスパークテンキュー。そしてヒロミちゃんまたもやありがとうございます。そしてモモさんアドベンチャー会の実際ですありがとうございます。絶賛なんか何人か来た。ラストワンスラストワンスをいただいてます。
Yeah.
リハお送りしてますが、はい、皆さんどうでしょうか。いいね。真面目に練習してる気がする。やってるわ。これは練習になるよ。バンドって楽しいっすね。俺バンドやろうかな。忘れてたよ。そんな我らにスーパーチャットをいただいております。ありがとう。まずはシンディちゃん、ありがとうございます。ダイアン、センキュー。センキュー。ユロフレームさん、ありがとうございます。ストロベリーちゃんさん、ありがとうございます。チレンさん、ありがとうございます。アクマネコさん、ありがとうございます。そしてカメダヨルテロさん、ありがとうございます。そしてアカネルさん、ありがとうございます。アカネル、アカネルさん、アカネ。クモネコさん、アクモネコ、アクモネコ、楽しくなってきた。明日、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 休みだよ。日曜日、その間普段食べらないからね。そう、パパオーバー。楽しゅうございますわ。繰り返しになりますが、ね、12月13日、そう、はい、10ヶ月ぶりの、ライブということで、うん、皆さんのご参加お待ちしております。はい、もう世界中で見れますのでよろしく ねお願いします。そうですね、配信チケットも、現在発売中ですので、はい、よかったらライブストリームライブ、ね、まあ、この日はね、もう最初で最後、一部は嘘顔衣装、ああ嘘顔衣装まだ持ってる、みんなちゃんと。わからん、うん、なかったらメルカリに見てみようかな。出したかもしれない。なかったら俺高校の制服で来るわ。ブレザーだったから高校に。俺もブレザーだったから大丈夫。転校生みたいなね、違うね、制服着て出た。一人だけ間に合わなかった。たまにいる。夏休み明け、制服間に合わなかった転校生ね。はい。そして第2部は、なんと、なんと、初公開。あら、ライジンサン。ライジンサン。あれで演奏したことないからどうなるか本当にわからん。俺も身軽でいい、俺は。いつも通りね。いつも通りね。袖なし。ベースっていうのは袖がない人が多いから。多いね。ベーシスト、袖カットしがち、うん、あれ問題ね、ベーシストを、うん、あのベースを選ぶ人が、うん、っていう話よね。なんでベースを選ぶかって話よね。そうね、うん、まあ、そう、うん、ベースを やってる人で頭おかしいのが多いんじゃなくて、もともと頭がおかしいからベースを選ぶっていう説がありますよね。そうよね、うん、こんなにも世の中かっこいいパートがあるのにさ、ボーカルがいて、うん、ね、ギターがいて、はい、そしてやっぱ目立つドラムがいて、そうだね、ね、うん、部屋の端っこの方で低音階鳴らしてる、聞こえてんだか聞こえてねえんだかっていうね、うん、なぜそこを選んだか、やっぱりね、うん、変わってるって、そうね、変わってると思う、うんうん、大事よ、ベースも、大事なんだ、大事、うん、大事なことハハハハ、簡単に、そう、そうだそうだ、世のベーシストに言いたい。
パートなんだ。適当にやるでない。本当や。例えば。いや、やめとこう。やめとこう。誰が今浮かんだんだろうな。見たいな。あった。そんなね、はい、真面目な演奏をね、はい、12月、はい、12日の次の日、はい、ということは12月14日の前の日ってことね。ということは12月13日日曜日ね、はい、日曜日あくまでライブやるんで今日より真面目にやります。今日からあんた真面目にやるって言ってんだけど、うん、今日より真面目にやります。今日も真面目ちゃんと、うん、そう、ベースのうまいバンドはいい。ありがとうございます、うん、そして金田よりたろさん、スーパーチャットありがとうございます。なんか特典の発表、特典会の発表がまだですかという、はい、いろいろね期待しておりますが、特典会もございますね。一部二部ともに。はい。だから嘘顔衣装で撮るのはそれが最後かな。まあとりあえずね。よっぽど。試合もない。試合もない。もう何もない。ラストワークだ。もう会えないよ。最後のじゃん。夢の中でも会えませんか。それはあなた次第です。あなた次第ですね。うん、思えば伝わる。ですかね。なんかやる、あ、なんか来てたね。ライジングサンを聞きたいっていう人もなんかいるみたいなんですけど。だってまだ、ね、あの当日12月13日に初めてやるからいいんです。そう。じゃあ。じゃあもう先っぽの先っぽの先っぽの ライジングサンドか。はい。じゃあライジングサン、あの12月13日、はい、初披露すると言われている。言われている。ライジングサンド、じゃあ今日はあの先っぽだけ、はい、やってみます。バッチリやったね。ああ、いやこれはもう当日期待できますよ。当日ね、配信もありますのでね、はい、完全なお預けプレイだったよ。お、来た。いや、すごい上がるんやけどね。上がるけども確かに。いや、上がったね。これは上がるね。これ、ね、本番もうちょっとちゃんと、ね、なんか期待、やっぱめっちゃ期待させるよね。うん、やっぱイントロからさ、お、来たはい、終わりです。お時間です。はい、お時間です。ガチャッガチャッつって、はい、お時間ですので片付けお願いします。いいね、いいね。すごいです、面白いね。面白い使えそう、今後ね。いや、
だ太陽が多分やっぱ戻ったよね一回太陽上がるかなっすんっつってちょっと早かったかなっつって太陽がいや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 ライジングしませんでしたライジングせんぞライジングせんライジングせんすると思ったせんのかいせんのかいまあもうお時間がね今日はねあのスタジオ借りてるので限られてますがもうちょっとじゃあねラストスパートというかラストスパートだね聞きたい曲がございましたらどんどんリクエストくださいうんあいいっすよ、もう一回、じゃあまたあ、ライジングすんって言うじゃあほら、行くぞー行くぞバイバーイ London the rising sun ないよね、あ俺でも弾ける嘘もう譜面やるから譜面俺常にダイブの譜面持ち歩いてる俺は今ギターがチューニング的に振る、うん、ね、でもライジングセンまとまりはよろしいよ、ねよちゃさんスーパーチャットありがとうございま す今度こそライジングさんで13日をお楽しみにていうかさ、はい、アドベンチャータイムあったよねあったあったアドベだねアドベアドベ行こうかライジングさんは、まあ、初披露が12月13日なので、はい、じゃあアドベンチャータイムやろうかはい弾けるか行きますか雰囲気で、はい、行きまーすそこにいるのなら絶望失望今すぐスタンダムやめむきむきに立ち向かえ Don't give up baby for the dream is real life
スーパーチャットありがとうございます。 Thank you. ありがとう。そしてワルトレンさん、スーパーチャットありがとうございます。 Thank you. そしてジャイアン、スーパーチャットありがとう。
さて、またたくさんコメントとスーパーチャットいただいてますね。悪魔猫さんのスーパーチャットありがとうございます。僕は悪魔猫、悪魔猫、えー、
ーパーチャットありがとうございます。ありがとうございます。みーちゅん、みーちゃんありがとう。 Thank you。 ありがとうございます。そうセクシー、みーちゃん、みーセクシー、そうみーちゃん、みーちゃん、みーちゃん、逆にやりたいのないの？逆に、逆にやりたい。だってリハないんだよもう。逆にやっときたいなってなったらもう今のうちやった方がいいよ。逆に。何下げ？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 バリ雑言とかやってもいいよ。あんまりあれだよ、あんまりね言うとあの瀬戸利がバレてきちゃう。そうね、そうそうそう、そうなんだ。わけ隔てなくこう接していかないと。そうね、あのそうね、曲たちにはね。そうね、うん、まあでもそんな金持つって言うんだったらなんかまあ、まあね、やらないけど別にそれとかやらないとか言わんけど別に、ね、そうね、うん、ワンサレとかやってもいいかもしれないワンサレとかはねこれはね、いつやっても、うん、うん、もう誰がね、うん、いつ聴いてもいいやつ。そうね、朝聴いてもいいし、ワンサゲはね、そう、年末に聴いてもいいし、年始にも聴いてもいいし、そうね、ワンサゲは、うん、そうね、そうそう、ワンサゲだから やっといてもいいよね、はい、別にやるとかそう、やんないとかいう話、そうそうそう、セットリスト入ってる入ってないじゃなくて、そうそうそう、ただやりたい、ただやりたい、そうそう、そうそう、一部二部のどっちかでやるとかそんなじゃないから、うん、ただやりたい、そうそう、ただ満席やりたい、やりたい探し、じゃあ行きます。目の前に立つ大きな壁を目の前にして君は見てるのか、消えてしまいそうな心の光、失敗恐れてまた逃げるのか、無理なことを悔やんでも何もできない、たとえ小さな一歩でもいいから、今の自分ならできるよ、いい気がする。
久しぶりに弦切れたね。よかった、本番じゃなくてよかったね。いや今日ね、帰って弦変えようとする。切れてるんですか？切れそう。切れそう。完全に切れてる。切れそうしたら大したもんね。はい、いけるよ。1弦、1弦がない。6弦がなくなったら俺死ぬけど。そうだよ。ずっとずっとずっとできたくなるからね。投げつけたいと思う。ジュース買ってくれる。ああ、そういうことね。そこでね。ロック式。いや、俺最近ね、あのよくテレビ番組とかで音楽番組やってるじゃないですか。SNS とかやったりとかさ。やってるね。うん。なんかやたら多いんだよね、今年。とてもなんか見てる感じ。でね、思ったのはね、まあ、年取ったせいもあるのかな。やっぱ生演奏っていいなってすごい思った。最近結構。FNS歌謡祭。生演奏でやってるけど、やっぱね CD で聴くのとやっぱ違うから、本当楽器一個一個の音が違うし、そうね、うん、だしあれの面白いところは、うん、あれ口パクできひんっていうね。ああ、そうね、アイドルたちの本当の歌唱力が聴けるっていう、うん、まあ生演奏じゃないだろ、まあまあ、口パクの人もいるけどね。いるけどハハ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 ハもうぜひともあのライブで聴かないとダメだなってね、その景色を感じてもらいたいね。うん、そうですね、はい、こんな2月13日12日、あるんだ、感じられる、あるんだね、感じられる日があったよ。いやいやいや、すごいな、こんなタイムに。最後どうしようかな。せっかくなんで、はいはいはい。もう一回ギフトやる。ライジングサインはねちょっとねあの聞かせられないんですけど。そう、聞かせられるほどのねまだ演奏じゃないんで。まず練習が来た。あの本番だ。13日に初披露なので。今日のね。しんりゅうちゃんスーパーチャットありがとうございます。はい、じゃああれかギフト、じゃあラストギフって、あギフができないのか、そう
今日はギフトはない。なるほどね。これもライブで聞きに来てライブで。じゃあ、最後にね、リプレイでもいいよ。あかんあかん、そっちの方がダメだ。いろいろあかんわ。それか、もう一回、いや、いける、今どうにかする。先っぽライジングさんっていうの。先っぽライジング。もうちょっとやってて、ライジングさん。ケツだけライジングさんでもある。結局一緒なんだけど、お前のとこ A メロ入る前に、まあ、どっちもやってもいいけどね。ギフトやって、もう一回最後に、じゃあみんなの、じゃあなんかみんなさんのね、このなんかコメント次第でみたいにする。それかコメント次第でライジングさんがちょっとの、ライジング、はい、コメント次第でライジングさんが伸びるか伸びないか、ね、はい、そしてバーネッサコロナさん、スーパーチャット、ありがとうございます。よし、12月13日、よかったら、チケット持ってない人はまだチケット買ってください。お願いします。
とうございました。ギフトでした、まあ、ギフトもね好評配信してばかりなので、はい、よかったら音源もたくさん聴いてください。 CD もたくさん余ってるよ、はい、CD もね通販で DVD、CD も通販でアクメウェブストアにて購入できますので、 よろしければ聴いてみてください。はい、じゃあ最後にライジングスタンしますか。はい、どの辺まで行く、はるさんのいいよさじ加減で。今日ね楽しかったですね、今日ね楽しかったからな、どうかな、まあ止まるとこまで、はい、いいですよ私が、はい頭から鳴らすよね、頭から、OK、じゃあ最後に、最後に、本当は12月13日ね、あのその目で配信、あの会場か配信でぜひ初披露を見てください。じゃあラストはこのおまけのライジングさんを今日は届けて終わりしたいと思います。では行きます。また会いましょう。